む神々の怒り、星さん。前作でスーパーヒーローになった時に最後に主人公がかっこよくやらかしてしまったために神々の封印が解けてしまい、自分勝手な振る舞いに激おこぷんぷん丸した神々がヴィランとして人間絶対許さんマンするシナリオ。この映画はクリストファー・ノーランのバットマン以来の久々の DC コミックでのヒット作です。DC コミックはマーベルと違いコンテンツ力が弱く、どうもスーパーヒーローの設定が芋臭いというか昭和臭くファミリー向けとしてのヒットする要素が少ないコンテンツです。その中で1もそうですが、このシャザムは全力でファミリーデートムービーをしてきており、1も2も極上の約2時間を堪能することができる作品です。前作の何がディモールとベネカというと、おっそガキ様がスーパーパワーを持ったら調子乗っちゃうよねという部分を大人が見てもイラッとしないキュートな感じの肯定できる調子の乗り方を脚本として入れ込んでいる部分です。今作は主に前作の主人公の親友のパーマ君との青春と恋というのがメインで書かれており、この恋の展開がサクッと恋させてサクッとピンチを救ってという感じでアクション映画のテンポを悪くさせないように作られている部分がディモールとベネ。とりわけパーマ君の演技がとてもお上手でいい感じのウザキャラだけど好感の持てる演技がめちゃんこお上手です。次にヴィラン役にワイルドスピードでジェイソン・ステイサムのまんま役のいい感じのチャーミングな女優とエデンは頑張っているおばさんしてたルーシー・ユーがこの映画ではいい感じのおばさんしててベネだとしました。ちゃんと綺麗どころ成分は州で一番器量の良い、同性にも嫌われない顔の造形しているけどノンケのオスホイホイな器量の良いメスも入れ込んでいて全方位外交ができております。今作はほぼずっと変身状態での撮影であり、デートファミリームービーらしく日常のシーンも入れますが編集が文芸を上手で常にアクションを見ているような錯覚になるような編集をしておりあんこが震えるほどよくできたエンタメしております。ところどころに挟むギャグも勢いとセンスがあってベネですし、神にお手紙を送るシーンだったり神々がゲータレードを武器だと錯覚するような脚本もディモールとベネで文芸よくできております。スーパーヒーローものでは1はスーパーヒーローの紹介だったり変身するに至る過程を書く必要がありコスパ重視の昨今ではそこで離脱率が上がってしまいます。この映画はその辺の離脱率が上がる要素を排除してトレンドに乗っ取っていきなりフィラデルフィアの恥を見せるシーンから乗せており最近の映画のお作法を完璧にマスターしております。また最後のオチでサクッとあれしますがこの映画は大多数のパイを狙ったファミリーデートムービーなのであれが完全凶悪してて多数の視聴者にがっかり感を与えないのであれで良いです。むしろあれしないで終わらせたら2時間返せよって感じのオチになりますので、エンドロール後に別の映画で主人公を出したりしてある程度示唆を客に提示しないとならなくなり最後がごちゃごちゃしすぎるので合理的ではありません。この映画のメインターゲットは年に映画を1本しか見ない層の映画だからあれでいいのぜ。1も2も文芸面白いので大変おすすめ。